がドリブルで上がって、こちら右サイド一旦下げます。山本クロスが上がった、中央、ここはシュート、決まりました。熊本先制です。中央で吉井がヘッドで合わせていきました。熊本が立ち上がり先制点を挙げています。前回は0対3と敗れた熊本が立ち上がり、早い段階で吉井のヘッドで先制点を挙げました。もうこれ本当にこのゼロトップシステムのですね、効果が出てしまったんですね。これ、はい、マークがはっきり定まらないうちに結局クロスを上げられて、はい、まあ、キーパーとディフェンスも見合った形になりましたけれども、山本からのクロス誰が行くのというのがはっきりしてないんですよね。そうですね。